皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介するゲームはフューリー・アンリーシュトだ。2D ローグライクアクションシューティングゲームとなっております。レビューは非常に好評なゲームで、価格は2050円。セール時には717円まで下がってます。一人でも、ローカル、オンライン COOP でのプレイもできるのでフレンドとワイワイプレイも可能。難易度は結構高め、初見クリアはよほどの腕がないといけない敵の強さ。自分のキャラクターをカスタマイズできるのですが、既存のキャラ以外に Steam ワークショップで頭部だけをモッドで変更できます。現在200種類以上の頭部モッドがあって、ビリー・エリントン氏以外にもプレデターの頭、キティちゃんの頭などありました。ゲーム内で気に入った頭モッドを選択してダウンロードすればすぐに変えられます。頭の大きさに違いが出るのですが、これによるヒットボックスの違いが出ることは確認しておりません。もしかしたら違いが出るかも、まあ私はそんなに気になりませんでした。いろいろあるんですがやっぱりこれでいきたいと思います。今のところ確認してるのは4ステージ、1ステージ3マップといった構成。このゲームはコントラやメタルスラックなどを参考にして、それらをローグライクにしリプレイ性を高め、爽快感が出るようコンボシステムを導入した感じになっております。頭部モッド銃撃ったり、近接振り回すと表情が変わるんですよね。これ最初クソほど笑っちゃいましたよ。このゲームしている裏であの伝説のレスリングの音声を流しても良いかも？このゲームの特徴としてコンボシステムがございます。相手を一定時間の間に攻撃し、倒せばコンボが上がる。ダメージを食らうとコンボはなくなる。コンボ数を上げれば上げるほど恩恵が大きくなり、コンボを維持するかが攻略の鍵となります。ダメージを食らうとコンボが途切れてしまうので敵の弾幕をうまく避け、銃や近接で敵を撃破していきましょう。その他に左下見えるのが、手榴弾と特殊能力。近接、銃、手榴弾、特殊能力これら全てに色々な種類があります。攻撃力はもちろんリロード時間や射撃レートの違いが出てきます。SMG やスナイパーライフル、レーザー銃などたくさんの種類があります。個人的にローグライクゲームの特徴として、いろんな特殊能力や武器などの恩恵を得て、組み合わさった時の無双感が面白いと思っております。このゲームは、アクション性が強いので弾幕を避けられる能力さえあれば結構進めちゃいます。なので、動きが速いアクションゲームに自信がない場合はもしかしたら合わないかも。ただの武器や防具がいっぱいあって、少し難しくしたメタルスラップって思っていただければ。しかし、セール時700円台で買えてここまで面白いのは買いの一択。面白いアクションゲームを求めている方ぜひ遊んでみてくだされ。マップのところどころにある宝箱やショップからアイテムを入手。防具は全部で5つの部位があります。頭、体、肩、手、足。リロード早くするものやダッシュ力を高めたりアーマー値を高めたり。武器の詳細も見れるので新しく装備したものは確認しておきましょう。属性的なものもあって、氷、炎、毒といったものがあります。炎と毒はダメージ持続型属性。氷は相手の行動を止まらせる属性。攻撃力だけではなく属性やレート力なども見て比較すると良いでしょう。エリートボスが結構あちこちにいて、一度ここに入ってしまうと倒すまで外に出られません。倒すとレア度が高い装備品をくれるので今後有利になるのですが、いきなりエリートボス部屋に遭遇するので HP が低い時とか結構テンパります。進んだ先に何が待ち構えてるかは進まないとわかりません。アイテムで全ての部屋に何があるかわかるアイテムはありますけどね。エリートボス以外にモンスターハウス的なものもあって、かなりの数の敵が出てくることも。あ、それと今回からカットしない動画も同時に上げたいと思います。紹介動画はカットしながら要所要所説明してるのですが、どんなゲームなのかをもう少し確認したいという方は、無修正動画も上げておきますので、確認ください。無修正動画の方は私がガチで攻略に挑んでる動画となっております。実況やコメントなどはなく、少しカットするだけの動画です。ガチの攻略といってもうまくはないのであしからず。敵を倒すとインクと呼ばれる経験値を手に入れることができます。ダンジョンをクリアしたり、やられたりすると最後に手に入れた経験値でレベルが上がり、スキルポイントを手に入れることができます。
そのスキルポイントを使って、最大 HP を上げたり、コンボ時間を長くしたりできますので、まあ何回も挑戦して育ていく感じですな。このスキルポイントはいつでもダウングレードができますので、上げてみて強くないなぁと思ったらすぐ振り直せます。自分はどの立ち回りがいいのか、それによってスキル振りをしていくと良いでしょう。個人的にはこのゲームの攻略は被弾をできるだけしないに限ります。なので、被弾しないようなスキルや立ち回りをおすすめいたします。まあその辺はぜひご自身で遊んでみてくださいな。ちなみにこのプレデターモッド、攻撃すると目が光ります。気に入ったモッドを使って遊ぶのも結構楽しいです。200種類以上あったと思います。もし遊んでる方でこのモッドが面白いよってのあったら教えてください。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。もう少しどんなゲームか知りたい方は長めの攻略動画的なの上げておきますので、そちらでご確認ください。